あと何しようとしなきゃなー。なんか今日はめっちゃ話したいことあって、あ、マイクラ肝試し出ます。ヨロです。8回目ですよ、8回目。とうとう。とうとうって。呼んでもらえてよかったなって、いや、まあ、それは本当にそう。ペイントとっすね。ペイントと出ます。今回もクーさんに圧かけたんですかって。いや、それはもう1年前にすでにしてるんで。また来年お会いしましょう。お会いしましょう。やだシェイ来たな、これ。よし、騒ぐだ。来年も出るぜ。確定。予約取ってきたな。予約取ってきた。現地取った。何日目だっけ。3日目。3日目の19時から。YouTube 配信になる。いや、これが Twitch でやります、本番も。今年からは。だから多分1日目、2日目とかも、なんだっけ、なんか探索配信すると思うけど、まあ、全部 Twitch。なんで YouTube でやんないの？いや、これが、まあ、その、ツイッチパートナーだからっていうのもあるけど、やっぱなんか、ツイッチの方が配信いいから、俺はツイッチでしてえなって言ってるだけ。楽しみだな、肝試し。3日間だよね、3日間。前日配信できるかな。でも最終日だから肝試しやってて思うのは、街中でその肝試し本番が終わった人たちが散策するやん。でクリア後にさ、なんか被るやん、肝試しって。なんあれクリアのやつだよなみたいな。 1% ぐらいネタバレを食らう。まああとコメントもね、ちょっと怖いしね。だから散策するときは流し見で見るけど、コメントはいつも。いやいや、散策はするよ。え、無理やろ。最終日の3枠目だぞ、本番俺。それまで散策しないとかないだろ。絶対間に合わん。まあ、最近はコメントの流れが早いから逆にそういうのはありかもしれん。変なコメントも流れるから。スキンによってあるの？いや、別にないっすね。PV ちょっと見たけど、なんか今回宇宙じゃん。多分なんかもう宇宙服みたいなやつあるんだろうな、みたいな。誰か作ってくれ。俺とペイントのエイリアンスキン。エイリアンスキン作ってくれ、誰か。もうエイリアンだろって。おい、誰がエイリアンだよ。ゲームウィークか。また V ウィークと違うのか。 V ウィークだっけ、また違うんか。去年だっけ、一昨年だっけ。え、もうあれ一昨年ってこと、俺が七不思議扱いされたの。え、
はいや、俺の12年って何だったんだろう。まだ12年じゃないけど。てかそうだわ、俺肝試しの日さ、本番の日12周年なんだよね。そういえばどうしようかな。まあ本番、まあちょうどいいか、逆にな。記念の日に肝試しやれて、まあいいわ。17日の夜に、まあぶっ通しというか0時は配信しよっか。